い、どうも、じゃあ、スレオシグです。今回はですね、ラジカルの指南実践撮ってきました。はい、ラジカルって言ったらあれかな、クソの動画の時に出てくれた、あれですね、人ですね。ただまあ、あの時はね、まず X さんっていう期待が弱いのと、まあ、ラジカル自体が X さん下手くそ、普通にただただ下手くそだったっていうのもあって、皆さん、ラジカルってそんな上手くないのみたいな。出てるかもしれませんが、ラジカルは昔からのね、指南じまいでございます。はい。多分あれかな、バーサスシリーズとして、シナンジュに関しては本当に全プレイヤーで一番乗ってるぐらい、本当にシナンジュしか乗ってないですね。はい、そのくらいシナンジュに対する、もうなんか異常なまでの愛がありますね。もう最近ではなんか、赤い彗星になれないことを自覚したのか、髪型をね、ゾルダンみたいにしてね、自分がゾルダンと勘違いしてる精神異常者みたいになってるんですけど。はい。はい、まあそんな感じのね、ラジカル視点見ていきましょう。はい。で、シナンジュのね、変更点としまして、まず、まあ、バーサスから来てるあれですね、ビーム投げになったら分回して相手に突進する格闘。あれが、射撃バリアついてて、なおかつ、強判定。で、なおかつ、まあ、範囲が広いということで。まあ、自分がオファイン時に、で、なおかつ隕石がない時に、ブーンって振ったりとか、あと、ビダールが、横得で突進してきたとき、またはメイン挟んでメイン横得で突進してきたときに、メイン弾きながら、強判定の武装で、あれ、強判定の下角で、横得迎撃できるということで、まあ割と強いんじゃないかなと思います。はい。で、あとこれですね、やっぱり、今の、満員席、こちらがですね、本当に強くなりましたね。はい、終わり際にね、感性が乗るようになりまして、前作はですね、なんかカクンってなるんですよ。ここで止まるんですよ、本来なら。今作はね、止まらないということで、だいぶ、ブーストの節約ができるんですよね。うん。うわ、今んとこバッサーがうまかったですね。はい、まあ、そんな感じで、ね、だいぶ使いやすくなりました、満員席の方が。はい、僕もね、ラジカルと店内したんですよ。店内対戦、サファリが確か、一時期、ほんと最近まで店内対戦があって、ラジカルと店内対戦してたんですけど、僕レギュレスで。本当にね、この、そう、今の、こんな感じで、満員席利用した上からの攻めっていうのが本当に強くてですね、僕も本当対応できなかったですね。はい。てかもう、こいつに俺のレギュレスおられましたね。最近ちょっと乗ってないっす。まあまあ、全然乗るんですけど。はい。まあそんな感じです。はい。じゃあそろそろ実況の移っていきましょうか。で、基本的にはラジカルの立ち前なんですけど、やっぱりこの、今んとこ、バサグロビうまいっすね。基本的にはこの満員席を利用した上からの攻めですね。基本的にこの隕石があるときに強気に攻めてるイメージはありますね。はい。で、あとは中距離はやっぱりこの横バズが上下誘導がね、非常に強力ということで、横サブで牽制しつつ、で、あとは、こんな感じでね、見られてなかったらすぐにこの前隕石で突っ込んできて闇打ちしてくるんですよね。いやー、やらしいですね、ほんとに。はい。で、中距離はね、普通にアメキャンとか駆使して、あと、高機動を駆使して、弾を避けつつ、横サブで牽制して、で、今みたいな感じで満員席で仕掛けていくっていうのがラジカルの立ち前ですね。はい。続いて2試合目が、お相手がダブルオーレジェンドですね。はい。そういえば、修正内容の方発表されてましたね。はい。なんかね、ビダールがノータッチっていうのはだいぶびっくりしたんですけど、あとダブルオーがノータッチかな。はい。で、まあ、下がだいぶ爆上げというか、なんか、個人的には役と動画の修正、すごい面白かったですね。はい。で、まあ、一番怖いなと思った修正は、まあ、皆さんも同じだと思うんですけど、やっぱり、羽ゼロっすかね、羽ゼロの方の修正が、来てましたね。ちょっと怖いですね、あれ。ただでさえ羽ゼロ苦手って方が多いと思いますし、まあ、今でさえね、低コストを殺す性能っていうのが本当に強いんで、あのキャラ。いや、不安というか、なんというか。うん。で、あと、まあ、飛翔がマイナス、リロードマイナス6秒ということで、だいぶ、あれですかね、ぴょん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 、飛び回るキャラになるんですかね。嫌だなーって感じでありますよね。まあ、次の環境もだいぶ低コスト辛いんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、実況の移っていきましょう。さあ、一回ダブローと見合う場面で、ここで一回アシスト引っかかってしまい、さあ、だがここは一回オバヒ取れるか、あれ多分オバヒだが、さあ、相方なんとか連携して取っていき、あ、ちなみに相方は僕のフリーダムですね。はい。なんか、隣に立ち回りがフリーダムすぎるとか言われて、じゃあ動画撮るわ、みたいな。はい。まあ、そんな感じでね、フリーダム視点も撮ってきてあります。さあ、ここ一回アシストでこかしてき。さあ、ダブローが一回覚醒溜まってるんで、ちょっと慎重になっていきたい場面ではありますが、さあ、一回満員席で相手の上飛び越えて、やっぱりこれ強いですね、本当に。基本的にこれやられると取れないですね。で、着地際にしっかりアシストメインで降りられると。さあ、ダブローがなかなか覚醒割ってこないで、ちょっと受け身な場面ではありますね。さあ、満員席の感性を生かして、さあ、2個目の隕石でアシストメイン、てか着地ずらしてと。うまいですね。さあ、ここ一回覚醒詰められるが、さあ、格闘チャージ避けて、
さあ、横バズが、ちょうど今、爆風指導ですね。爆風指導から横サブ入って、そのまま追撃で落としてと。うまい。さあ、相方のフリーダムがめちゃくちゃ地雷してるんで、ここはラジカルも一回何かを刺して、下がってますね。さあ、一回相方落ちてしまい、いや、まあ、ラジカルここは一回下がる場面ではありますが、基本的にこういう自衛力が高い3000がね、こういうにシフトした時はね、本当に硬いんでね。まあ、基本的には安心できますね、僕側は。さあ、ここは一回運命しっかり立てして、メイン、これは安い。さあ、しっかりアシストで、着地ずらしつつ相手を寝かしてと。さあ、で、ラジカルのね、この攻め芸が特徴的というか、ワンパターンというか、前角、前捨て、メイン、横バズ。これがラジカルのね、置き攻め、いつもやってるやつですね。これ本当に巻き部の頃からずっとやってますね。僕があった時からこの置き攻めしかやってないです。で、最後はアメキャンで落としてと。はい。てかね、すごい、まあ、前作前々作から結構生き生きした立ち回りだったんですけど、ラジカルのシナジー。やっぱり今作ね、満員席追加され、追加通過良くなったということで、だいぶ生き生きしてますね。はい、続いて第3試合、お相手がトラバとギッスリオ、となんかレオシグジニア来ましたね。なんでお互いセブストとゴタラタも持っていないんでしょうかという感じではありますが。はい、で、トライバーニングの方が M 覚醒ということで、まあ、基本的になんか3025のトラバって L 覚醒こういうイメージあるんで、まあ M 覚醒ということでね、だいぶ覚醒が強力なんで、こちら側もね、覚醒の時に隕石を残したくなり、なんならまあ覚醒をね、一緒にぶつけてあげるなりしないと、だいぶ大きいダメージを取られてしまうんじゃないでしょうか。はい、ということで見ていきましょう。さあ、一回隕石切らしてる状態で、ちょっと見合って、ここは一回だらしないじゃ口取られて、しかも相方がボコられてる。さあ、だからね、ここね、助けに行きたい場面ではあるんですけど、あのね、相手の抵抗に駆られてる抵抗を助けに行くと、基本的に相手の3000がフリーになっちゃうんで、ここは相方は見せざるを得ないのかなと思います。ということで、ちょっとぎっすり見てる場面ですね。さあ、相方もなんとか自力で自衛して距離離してるんで、まあ大丈夫でしょう。さあ、一回ダブルの場面で、トラバが下潜りながらメインやろうとしてたから、ここは大丈夫。さあ、アシストいい当たり方して、一回ギスリダウン。だが、ここはメインから横サブ、あれ、あ、さすがに届かないか。さあ、ここで横バズ、横バズ。で、なんかね、この横バズ、横バズから N サブが出るようになったって言ってましたね、ラジカル曰く。うん、なんかそういえばあったかな、なかったかな、みたいな感じですけど。まあ、ラジカルもオバ被害であんま使う場面ないかなって感じで、だとは言ってました。はい。じゃあ、ここは一回横バズ牽制しつつ、さあ、ここは相手の場合しっかり取って。いいですね。だいぶ、てか、シナンジュ自体がね、この、まあ、満員席も伴って、だいぶ高機動で、これ、お、今んとこやば今んとこの状況判断うまかったですね。俺ら絶対前角とかやっちゃってた。さあ、ここ、いや、今の冬打ち相手もうまいですね。今のはさすがに対応しきれず。さあ、だから覚醒溜まって、ここは一回ギスリ詰めていこうとしたが、さすがに横サブに取られてしまい。さあ、だが一回横バズで相手に寝かして、さあ、ラジカルの伝説の置き攻め出るか、前角前、なお前なんか近くだったな、今な。しかも横サブにぶっ飛ばせ。てか、今の横サブ発生早っ。と思ったら、なんか相方がトラバ減らしてくれてる。なんか、俺が強い気がしなくもなくもないが。さあ、なんか強いっすね、僕ね。なんすかね、ちょっと僕強かったんですね。はい。はい、続いて4試合目がクシャトリアとキマリスビタルですね。そういえば、クシャトリアもノータッチでしたね。うん。てかまあ、修正か、方修正来たの自体はバーチだけだったんで。まあ、今のね、2-0 環境トップがバーチとクシャトリア張ってたんで、まあ、クシャトリアがいっぱい出てくんじゃないかなとは思ってます。まあ、あとは2-5の新キャラの、あれ、なんだっけ、フルバーニアンか。あれがちょっと気になるぐらいですかね。うん。まあ、基本的にそれより俺は羽ゼロが本当に気になる。あの、羽ゼロの修正一番怖いのは、両手、下角なんですよね。なんか、下角がぎっすりみたいになったら、本当に嫌だなと思ってね。もう取れないっすよ、あんな。まあ、いいや。見ていきましょう。で、基本的に、ビダルとのマッチアップなんですけど、このキャラ。まあ、横バズが実弾武装で、あとはまあ、下角等で結構横とく相手に、強気に迎撃できるということで、まあ、あんまり相性悪くないのかなとは思います。さあ、基本的にやっぱりこの置き攻めしかしないんですね。まあ、この置き攻めほんと強いんですけどね。さあ、今んとこ満員席を活用して覚醒さばいて。さあ、ダインセーブでだいぶ安く済まされていき。いいっすね。ほんとにうまい。さあ、で、フリーラもなんとかさばいてますね。いい感じ。さあ、ここは一回満員席使って、クシャトリア攻めていきたいが、ちょっとダインセーブが重荷になってますね。さあ、今、老害発動するかと思ったが、ギリギリ大丈夫だった。はい。ラジから反応してんだよな、マジで。ほら、こんな感じで。
本人とねリプレイ見返してる時笑っちゃいましたもん。これお前これ反応したっつって、あもう本当にギギだったっつって、年ですねと思ったけど、まあ、全然俺の2個目なんですけどね。さあ一回なんか相方は今頑張ってましたね。てか俺フリーだよ、そうなんだかな、ちょっと俺のフリーラムうまかったんすよ。まあ見てほしい、今度あげるから。さあ今のもうまかったっすね。あがきアシストから横バズ、横バズ、いや横バズもやっぱ動きますよね。本当にオバヒレも、オバヒレも動かないやつ結構いるんだけどな。さあ5回1回距離詰めて落として、さあ1回ビダール追って、てかさ、そうそう思い出した、この前さフルブやったんだけどさ、フルブの頃のオバヒの横バズって動かないんだね、このキャラ。さあまあいいや、1回落とされてしまい、さあ相方は419で覚醒溜まってる。でもなんか抵抗の鏡がいますね。はい、まあだいぶ噛み合ってるだけなんですけどね。さあビダールがミリということで詰めていきたい。さあビダール覚醒吐いて、さあ、ダインセレブ、ここは避けつつ、2個目が当たって、さあ、相方も着地を取っていない作者で集めてきて、さあ、ちょっと怖かったが、ここはしっかり、メインからアメキャンで勝利と。いやー、だいぶラジカルのね、プレイ、華麗ですね。はい。まあ、本人ゾルタンみたいな見た目してるんですけど。はい、まずはそんな感じのラジカル視点でした。エンディングいきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか、ラジカルの指南実践。いやー、非常にね、華麗な動きというかね、うん。なんか流れるようなね、動きで、なんか上手いストフリー見てるような気分でしたね、僕は。まあ、他のキャラマジで下手くそなんだけどね。はい、まあそんな感じです。まあね。あと、やっぱり、その、今の環境、キマレスビダール相手に強気に出れるっていうのはだいぶいいんじゃないでしょうかね。うん、下角がな、やっぱ強いんだね。うん、まあ、あとやっぱり満員席で逃げれたりとか。まあ、横バズはなんかシリーズ重ねるごとに弱くなってるってお話は聞きますね。うん。まあ確かに、あの、巻き部の頃は本当に横バズやばかったっすからね。まあ、それに比べるとだいぶ今弱いなと印象はあるんですけど、なんかね、今作の横バズ、やっぱりね、中距離の、なんか、弾速っつうのかな、なんか誘導っつうのか、上下移動っつうのかわかんないんですけど、なんかポコポコ当たるんですよね、僕対面してるとき。うん、やだなっていう感じはありますけどね。はい、じゃあそんな感じです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画何あげようかな、うん。修正日にね、ちょっと、新キャラ撮ったりとか、修正キャラ撮ったりするんで、まあ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 、悩みどころっすよね。はい、まあ、そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もまた見てね。バイバイ。